安倍、まあ、元総理に家庭教師をされたんです。アルバイトで一番やりがいがあるっていうか、はいはいはい、人気があったのは家庭教師なんです、はい、薬学寮から一番近いところにあったのが安倍さんの家だったから、2人の子供と安倍晋三さんとお兄さんも一緒だったから、はい、子供2人とそれで週3回月9000円食事付きと。月9000円ですか。だって当時だって昭和39年の話ですよ。え、安倍さんってどんな方だったんですか。外国のメディアからもね、マスコミからも安倍さんが最初に総理になった時、はい、随分聞かれたんですよ。安倍さん小さい頃どうだったんですか、はい、安倍さんは小さい頃子供だったんですって私はみんなに言うんです。そう、全く普通のお子さんと変わらない。ただお二人教えてて、要するに分かんないとしつこく聞いてくるのは安倍晋三さんの方だったら、しかし縁って不思議だね。不思議ですね。将来自分のと同じ職場になる、ましてや私の上司になるの、人間の縁ってのは大事にしなきゃダメですね。